はい、トイハル級整骨院長にします。します。今回は外転神経麻痺でお困りの方は東洋医学についてお話したいと思います。外転神経麻痺もですね、東洋医学鍼灸がですね、有効な疾患のうちの一つなので、皆さんにお伝えしたいと思います。それで、外転神経麻痺、目のね、こう異常をね、感じられたら、皆さんはですね、おそらく病院に行くと思うんですね。眼科に行って、眼科から脳神経外科とかですね、そういった感じで、病院に行かれると思うんですよ。それで、病院、西洋医学的な理由ですね、西洋医学的な理由をまずお話ししたいと思います。西洋医学的な理由、ね。これはですね、血流障害とか、神経に炎症とかですね、腫瘍ができて、神経を圧迫しているとか、外傷、交通事故などの外傷によって、神経にダメージを受けたとかですね。あとは、動脈瘤、ね。動脈瘤、コブができて、それが神経を圧迫して、外転神経麻痺になると。そういうようなですね。基本的には、こう物理的な、ね、物理的な圧迫とか、刺激とか、ダメージがあってですね、外転神経麻痺になっているというのが、西洋医学の考え方なんですね。それで一方、東洋医学のね、理由をちょっとお伝えしたいんですが、東洋医学的な理由でもですね、外転神経麻痺というのは発症するんですね。発症するんですよ。で、この東洋医学的な理由というのは、病院では、そういったことを、考慮しなかったり、あとはですね、その原因不明とかね、いうことになってしまうんでですね、東洋医学的な理由をですね、少しお伝えしたいと思います。東洋医学的な理由。まず、ストレス。ね。これは西洋医学の先生もね、言うかもしれませんが、ストレスですね。ストレス。ストレスによって、体の機能が低下し、またですね、五臓六腑の働きが落ち、その五臓六腑と働きが落ちることによって、外転神経麻痺もですね、東洋医学では起きうるんですね。起きうるんですね。ですので、そういったことがあるということを、認識してください。その次、季節の変わり目。季節の変わり目ですね。季節の変わり目って、皆さん、いろんな症状を訴えますし、風邪も引きやすいですし、体調を崩しやすいんですね。ですので、その体調を崩しやすい時、そういった時にですね、東洋医学的な理由で発症してしまうというような感じですね。その次、体力の低下。ね、体力の低下。体力が低下することによって、体の機能がしっかり、働かなくなって、外転神経麻痺として、発症してしまうということですね。ですので、東洋医学的な理由というのは、体全体のその機能低下によって、外転神経麻痺が、出てしまうというような感じが、ざっくりとした感じですね。西洋医学では、その外転神経麻痺に、直接ね、こう、ダメージがいったりですね、その炎症が起きたり、血流がいかないということですね、その、物理的な世界観なんですね。でも、東洋医学はですね、その、物理的な、こうね、ダメージとかではなく、体全体の働きですね、体全体の働き。ストレスによって、体全体の働きが落ちて、外転神経麻痺として出るとか、季節の変わり目で、体がね、ダメージを受けて、免疫が低下して外転神経麻痺として出るとかですね、体力の低下ね、そういった体の働きなんですね。ですので、ここでお伝えしたいことはですね、西洋医学、病院で、治るならそれはそれで全然いいと思うんですよ。ただですね、治らないとかですね、適切な治療がないとか、あとは原因がわからないとね、いうような感じになってきますと、これは東洋医学的な理由なことがあるんですね。またその可能性が非常に高くなる。ね。ですので、できるだけですね、早く外転神経麻痺のですね、治療を受けられた方がいいですね。これは東洋医学的なんですね、外転神経麻痺の治療を受けられた方がいいと思います。病院で治ればいいんですよ。病院で治ればそれでいいんですが、もし治らなかった場合、ね、治らなかった場合って言いましたが、あんまり、そのね、その慢性化してしまうと、治りづらくなりますので、できるだけ早い段階で、始めた方がいいと思いますね。
ですので、まあ、病院で治らなかった場合、また、適切な治療がない、もしくは、原因がわからないとなればですね、東洋医学的な理由、ね、東洋医学的な治療が、有効なことが多くなってきますので、まあ、そういった場合はですね、東洋医学の、まあ、治療をお勧めします。今回は、外転神経麻痺でお困りの方は、東洋医学についてお話ししました。以上です。